こんにちは、林家彦座でございます。今日は、落語を知らない人のために、落語の世界を少し、ご紹介したいなと思います。で、まずここは僕の家ではなくて鎌倉なんですけれども、先輩のお父さんのお家にいます。というのも明日ここで落語会がありまして、今日その準備に、来てまして、今は寝る前でございます。なので夜ですので、少しこう静かに、ささやかな声でやっていきたいなと思います。で、事前にノイジージャックの運営チームから質問をもらっているので、これに沿って進めていきたいなと思います。では始めていきます。最初の質問です。落語の歴史、何を押さえておけばいいか。まあ歴史というと本当に、難しいんですけれども、まあ大きく言うと、まあ例えば古来からそういう面白い話であるとか、滑稽な話というのは多く残っていると思いますし、もう少し狭くすると、例えば今の寄席の形が、今のようになったのはやはり戦前戦後の影響が大きいと思いますし、なかなか一概には言えないんですが、まあ、質問に変えると、何を押さえておけばいいかということなので、お腹が鳴りましたけれども、まあ、一言で言うと、江戸時代というのが一つ大きな要素かなと思います。まあこれだけ押さえておけばいいと思います。まあ、江戸時代に、まあ、歴史的にも同時期にその江戸、京都、大阪でいわゆるその専業の人の前で話をする、なんて言うんでしょうね、そういう芸人が出てきたのが江戸時代であるし、まあ、いわゆるその庶民文化、庶民の文化であるということを押さえておけばいいのかなと思います。次の質問です。落語の門、いくつの門があってどんな特性があるのか。で、門というのは、まあ、いわゆる一門のことで、まあ噺家は一人では噺家にはなれなくて、弟子入りというのをします。師匠がいるわけです。で、その師匠にもやはり師匠がいて、その、まあ、弟子も含めた大きな、まあ、塊を、まあ、一門と呼んでいます。で、僕の場合はというと、林家正雀が師匠で、その師匠が林家彦六と言います。まあ、なので、林家彦六一門と言われたりしています。いくつの門があって、どんな特性があるか。まあ、いくつあるかと聞かれるともう、わからないですね。もう、多いです。まあ、50から100ぐらいあるようなイメージですね。これももう捉え方によって全然その、変わってくるので、これもなかなか具体的な数は出せないんじゃないかなと思いますね。で、どんな特性があるのかというと、何でしょうね、まあ、その一門ごとに伝わっている話であるとか芸風が違うので、まあ、いわゆるそのカラーが全然こう違います。まあ、なので話をこう落語を聞いていって、そういう一門の違いやなんかがこう分かってくると、割とこう面白くなってくるんじゃないかなと思いますね。で、落語の身分ということです。次の質問。まあ、身分は前座、2つ目真打ち、3つです。で、前座というのがいわゆる修行期間で5年間ぐらいあります。それが終わると2つ目、10年間ぐらい。で、真打と。まあ、真打になるといわゆる師匠と呼ばれるようになります。で、まあ、僕も前座が4年ぐらいあって、で、今2つ目、まあ、まだまだ若手というところで、ございます。4番目の質問です。落語初心者におすすめの演目は。
これも難しいんですけれども、まあ何でしょうね、まあジュゲムであるとか、まんじゅう怖いであるとか、一般的に有名なものから入るのは、まあ、一つ手じゃないかなと、うん、思いますね。うん、あとはまあ演目というよりも、あ、有名な話か名人であるとか、そういう人からこう、まあ動画サイトでも簡単に見れますので、見られますんで、そういうところを漁っていくと好きな話も出てくるのではないかなと。まあでも演目はと聞かれているので答えると何でしょうね、まあ、死神であるとか、まあ分かりやすいんじゃないかなと思います。で、最後の質問です。彦座さんの得意な演目はということで、まあ、これが一番難しい質問かもしれません。はい。まだまだ若手ですので、こうなかなかこう強くは言えなくて、うん、まあ、先ほどの一問の話にもつながってくるんですけれども、やはりこの一問が受け継いできたネタというのがあるので、将来的にはそういうネタを大切に演じて、そういうネタが演目ですね、そういう演目が得意な演目となればいいかなと、うん、まあ、今言えることはそのくらいですかね、うん、以上ということで、本当にもう簡単だったんですけれども、少し、まあ、落語の世界のことを、ご紹介してみました。また今後そのノイジーシャックでいろいろこういう特集をやるそうですので、まあ、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。では、林家彦座でございました。これから寝たいと思います。失礼いたします。